ちが出世稲荷ですね。オーブが映っているのかちょっと確認してみたいと思います。うすなぎろです。皆さんってパワースポットとかって、行ったりしたりしたことありますでしょうか？自分はなんですけど、そんなにねパワースポット行くぞって言ってね行ったことはないんですけど、今回はその東京でもねかなりの力のある、パワースポット、代々木八幡宮とその境内にある代々木出世稲荷というところにね潜入してまいりました。でここの代々木八幡宮について、情報がね2つあるんですけども、まず1つ目はこのね代々木八幡宮のね中はかなりねパワーが強すぎて、この磁場かねそういう関係なのかわかんないんですけど、霊感がある人は中に入るとちょっとね怖いと感じるそうです。で、霊感がない人でさえもちょっとね空気の違いをね感じられるということだそうです。で、2つ目は代々木八幡宮の中にある出世稲荷なんですけど、名前の通り、出世をね願う神様なんですけど、そこで写真を撮ってオーブ、丸い玉ですね、オーブが現れると、出世すると言われております。おそらくオーブが映るとそこのね出世稲荷の神様のご加護をね手厚く受けれるということなんじゃないでしょうか。ということで果たして私、写真を撮ってねオーブが映ったのか、潜入してまいりましたので、その様子をご覧ください。どうぞ。はい、ということでね、代々木八幡に着きました。ここから歩いて5分ぐらいなので、行ってみたいと思います。ということでね、到着しました。意外と人いますね。観光客とか。あそこが本殿ですね。こっちが出世稲荷ですね。この前行った縁切りえのきとはもう大違い。すごく夢に出てますね。いいことや。ここがね、出世稲荷になります。ということでね、ちょっと、写真を、撮ってみてオーブが出るか、試してみたいと思います。撮りました。果たしてオーブは映っているのかちちょっと確認してみたいと思います。はい、ということでね、行ってきました。ちょっと自分にはね、その空気感が変わるとかもうねよく分かんなかったんですけど、まあ、写真にもねオーブは映らなかったということでちょっとね曖昧な結果になってしまいました。是非ね、興味ある方は皆さん行ってみてください。ということで今日この辺で、それじゃあ。